こんにちは、バブルビーです。この番組は日本各地からのゲストにオンラインで出演していただき今どうしてますかとお聞きするステイホーム型オンラインラジオバブル B の友達ズームインです、うん、本日のゲストはアーティストのラムライダーさんですどうもこんにちはどうも,どうもこんにちはどうもです大変ご無沙汰しております,久し,りす久しぶりです久しぶりですラムさんとこうやって喋るのはいつ以来かでしょうね多分ね足パンでやったあのうん 高野やったらラジオにゲストで行った時以来じゃないですか。それも10年とかですよ。軽く10年。でもあれからオーディオギャラクシー1回出てなかったかな。どうかな。遠慮おと2人で。あいらっしゃったことありました。このスタジオ来たことありますっけありますあります。あじゃあ多分それ以来、でもそれだと結構前だね。ドリームキャストとか置いてるスタジオ。ありますよゲーム機がいっぱい置いてあったスタジオ。4年ぶり、5年ぶりぐらいじゃないですか。かもしれないですね。まあネットではね、テキストベースであの喋ったりとかってあるんですラムさんとお会いしんですよ。 ラムライダーさんはですね、はい、えと早くからミュージシャンとしてですねあの自分作詞作曲、うん、そして歌って、えーまあ、パフォーマンスとか演出も考えられるかなり、あのー、広い範囲でアーティスト活動をされておられるといううですね。えです僕もかなり昔からラムさんの音楽をすごい好きで、えー、DJ でかけたりとかしておりましてですねありがとうございます、えーはい、であのー、ここ今年明けたぐらいからですね ラムライダーさんの動きがすごい活発ですごいなと思って見てましてですねはい新しいレーベル始められたんですよねそうですね401というレーベル去年の1二月1一月末12月に立ち上げて「東京論」という曲からスタートしましたねで東京論が401レーベルの第1弾としてその後おやすみ」が出て「セット・ミー・フリー」が出て レディオボーイが出て、はい、StayWithMeStarlingMen がそこまでですかね、今のところね、はい、5曲かな。で、これ、全部にビデオがついてますよね、うん。そうですね、まだ発表してないのもあるけど、基本的には全部の曲に、まあはい、ミュージックビデオなり、まあうん、リリックビデオなのかをつけて出そうということで、今やってますね、うん、なるほど、めっちゃペースが早いんですけど、もう怒涛のリリースだと思うんですが。はい、うん あのどうしちゃったんですかっていうことを聞きたいんですけど、まあ、そもそもねもともと前の曲からもう6年ぐらい出してなくて、うんはい、アルバムからだともう7年ぐらいになるんですよ、うん、で、まあ、やんなきゃやんなきゃと思いつつこうやっぱり、うん、あのなんていうんですかねこう こうアーティストの方から依頼を受けたりとかプロデュース自分でグループやったりとか、はい、なんかいろんなこうライブの音楽作ったりとかこう、うん、人の仕事をやっているとこういつの間にか1年が終わってしまうというかそういうのがあって、まあ、リリースちょっとあとまあやっぱりこうなんていうんですかねやっぱ何かこうお金の面でもね自分のやつをやるより、えっとうん、人からいただいたお仕事をやる方がやっぱりこう。うんあの お金の面では不安が少ないしと思って、なんとなくこう、うん、後回し後回しにしてて、まあ、それも良くないなと思って、うんうん、それで、えっと、やってたんですけど、あとなんかこう、メジャーの方からもお話いただいたんですけど、はいうん、なんかやっぱりこう、すごくいい部分、いい条件とか、例えばこういうフェスに出れるとか、うん、もしかしたらこういうコマーシャルに使われるかもとか、はい、いろいろあるんですけど、まあ、その分縛りも大きいし、うんえっと、逆に言うと、この、 その関係が終わってしまうとその曲どうなるのみたいな心配もまだ僕はこう長く続くかどうか分からないのでその契約があったのでであれば自分で全部の権利をこうホールドしてやりたいようにやる方がいいかなと思って自分のレーベルを立ち上げたというのが一つとあとそのリリースのペースでいうとまあ皆さんほらちゃんとした人ちゃんとしたミュージシャンっていうのはやっぱ1年に1枚ぐらいアルバムも出すじゃないですかそれ結構早いペースじゃないですか1年に1枚まあ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 ,あ,あ23年でもほらやっぱりそうっすね 1>, 1年に1枚、まあ、2年に1枚でもいいですけど、うん、出すってなるとうん、うん、1>, 1枚のアルバムに10曲から12曲ぐらい出しても入ってますよね。うん、でシングルだったらそれにカップリングとかがあるとって考えると、うん、別に毎月1曲って出せないとお,おかしいんじゃないかと思うようになって、うんはい、アルバムってことはとりあえず考えずに月1曲っていうのはできないとおかしいという前提で、うん、一応始めたのがこの。 レベルでまあ月1曲っていうふうに別に今のところ実は約束はしてないんですけど、えーえー、なんとなく1曲出たらもうすぐ次の曲取りかかってっていうペースを今こう外の仕事をやりながらやってるって感じですかね。うんはい。コンスタントでだから今5曲出てるわけで今5月ですから本当に月1曲のペースで,で、ねはい、そうですね。でこれ全てに映像もついてるじゃないですか。映像のディレクションもラムダイダーさんが全て 基本的にはその僕が監督を決めて<し>えとその人とほぼほぼほぼ二人三脚というか、うんまあ、ほぼほぼじゃないですね今んとこ二人以上関わってる作品はほとんどないですね絵を描く人がいるぐらいか編集する監督と僕で撮影は僕がやってるっていうのがほとんどですかねうん、うん、あとはもう完全にコンピューターグラフィックだけで完結するものとかですけどなんかやっぱりこう曲作って配信するって ってなると、はい、まず YouTube に載せるものがないっていうのが一つですよね。うん、だから、Spotify とか Apple Music とか、うんうん、まあ全部配信なので、今のところ。そうすると、やっぱりこう、なんか、なかなかこう、聞いてもらえる場所がちょっと限られてくるなと思って、うんうん、それで YouTube に載せるんだったら何か映像があったらいいだろうっていうのと、やっぱり映像をつけることで、例えば今回今、セット・ミ・ e フリーっていう、うんはい、えっと、 ミュージックビデオキャラクターのグッズを今作ったりしてるんですけどそれをちょうどまあこの収録してる日が受注の締め切りなんですけど、うんはい、こういうのでアイテムを作ってそういうのをこうレーベルでこう通販したりとかそういう広がりがあったり、まあ、クリエイターの方とつながりができたりっていうので全部やってるってとこですかねだから今なんかこうあんまりこうどこでこうその ビジネスとしててててどこで回収するっていうのは考えてなくて、うん、とりあえずなんか面白いものとか、うん、ま何世何年も自分のやつ出してないのでラムライダーというアーティストがここに、えー、と存在をして活動しているぞっていうのを再びこう広め直す作業をしている感じですかねそのためにミュージックビデオも作ってるって感じです 本当に見ててすごい刺激になりましてですねあ,本当ですかありがとうございます <laughs> いやラムさんすごいなとしかも全部クオリティがめっちゃ高いのであその曲も映像もあ,ありがとうございますようこんなんハイペースで作るわっていうまあでもね何年か空いてる間に作ってたやつとかもあるからうまくこうやっぱり、うん 全全部全部1ヶ月ででで曲用意してってっ感じでもないんですけどうん、うん、映像とかに関してはかなりやっぱ周りの人に助けられてるのとうん、うん、あとやっぱり僕がデビューしたのが2004年とかで、はい、もっと言うと、うん、バブル B さんとかと一緒に活動したのって90年代じゃないですか。でバボさんもビデオとかを扱ったやつ結構早くやってましたよね。もそうだし、はい、で僕なんかは セーラーチェンソーの村上くんと一緒にこう映像と音楽の同期とかやってましたけどやっぱり今、機材がすごく良くなってるしコンピューターも速くなってるからこれぐらいは少人数でできないとダメだよなっていう最低限のクオリティはキープしたいなと思ってるんですけどそのまあ実際の中のクオリティーがね毎回高いからこれラムさん自身も次もこの高いクオリティ出さなきゃいけないというプレッシャーとかないですか そうっすね、まあ、手を変え品を変えって感じですかね。それでもね本当始めた時にうちの若いスタッフからも言われたんですけどやっぱり80点とか70点でも、うん、こう出していかなきゃダメっすよラムさんみたいな,なんか120点<う>200点目指してるといつまでたってもラムさんは出さないのでと言われてそれで多少気持ちが楽になった部分はあるんですけど、うん、まあなんか、うん、最初からこう。 予算がないなりの戦い方を常にやってはいるんですよね。うん、だから、なんか、最初の東京論のミュージックビデオは監督が高校生の男の子で。えー、そうなんですかあれ。そうなんです。今もまだ高校3年生で今、今、家で全部勉強してるんですけど、で、すごい 2> 彼、2人で作ったんですけど、えー、彼は映像すごくいいセンスしてて、うん、小学校3年生ぐらいで確かマックをお父さんから作り始めた子なんですけど、うんうん、で、うん、だけど、 ま去年の段階ではまだ普通に学校行ってたんで撮影は僕が全部やって彼に素材を送って放課後編集してもらってそれに僕がコメントつけてみたいなんかそうっすね人に助けられてる部分が大きいっすかね才能のある若い人とか、うん、やばいっすね高校3年生で、ね、そうです<の>だからもう今本当怪しいおじさんですよツイッターで面白い人見たらすぐフォローして <laughs> で声かけて、やりません <laughs> みたいなのばっかり、本当にそればっかり。誰かから紹介された人、今、このレーベルでいないっすよ。うん、だから、あの、<ー>しシゲくんぐらい。あの<ー>フランク・シゲトラくんが全部ミックスをやってくれてるんで、今の,あのレーベルのサウンドのクオリティは全部彼がこう担保してくれてるというか。ミックス1はね、低音ががっしり効いた感じの、あの<う>マッチョな感じのミックス。 うん、作りますもんねフ、ね、それは全部しげくんがあのドーテックっていうその、うん、開発携わってるプラグインを多く駆使して作ってくはいく、はい、組み立ててくれてるって感じですね,ねガッツのある音ですもんねなんかそのしげとそうですね,ね少数精鋭でやってましたからなるほどそんな感じで、まあ、ゲリラ的っていうか高校三年生の,その若い子にオファーして、うん、そして作品が出来上がってそれがすげー面白くてっていう活動ってうん、うん なんかももううすごいいなななとしかか思えなくていやーなんか今回もなんかそのセット・ミーフリーっていうミュージックビデオをハットリグラフィックスさんって人と一緒に作ったんですけどそのやり取りを全部ノートで有料で公開したんですよ。はい、それそ、うん、そういういなんかそれもなんか有料であって結構今買ってくださる方が多くて、うんうん、こういうまあ細かい売り上げとか収支もミュージックビデオを作るからこそじゃないですか。うんうん、ででで自分でも読みみ返してみたんですけどやっぱ、はい なんですかね細かいですね、僕が、多分性格的にすごく、タイミングとか、タイミングが、うん、こう映像のタイミングでも、本当、空手のとかもそうですよ、やっぱり映像と音のそのシンクロ具合が一番僕は重視してて、そ,ねうん、そこさえ合ってれば画質が悪かろうが、うんうん、なんか絵作りが多少チープだったりとか、うんうん、あるいはまあキャラクターが可愛いいものでも、すごくかっこよく見えるというふうに僕は思ってるんで。 うん、映像にもグルーブ感ってやっぱあると思います、ね。いやめちゃめちゃ大事ですよね。ねでと、バンと早く動いたときと遅く動くときがあって、やっぱ早くバンと動いたときに音がドンと出てるタイミングと山を合わせるみたいな、そういう作業ですね。あそその音,の音の始まりと絵、うん、の動きとか、あの動き始めが合ってるかどうかとかは、<ー>うん、結構これは映像作る人があんまりチェックしてなくて、うん、僕たちみたいな音楽作る人の方がなんか敏感だなっていうのを、こう、いろんな人たちでてて感じました。 なんでしょうね昔のメガデモみたいなね、なんかそういうビシビシッとビートにピタッたって動いていく気持ちよさみたいなね感覚的には確かにそういうのに近いな、うん、なんか少人数で作ってます。うんはいまあ、そんな中、今、コロナでですねあの世間は大騒ぎになってますけども、ラムライダーさんが実際、コロナで何か影響を受けた部分ってありますかコロナの影響、だからイベントはもう全部3月からはクラブイベントがなくなり、自分で考えていた。うん ワンマンとかのライブがなくなり毎年でいうとよさこえまつりに僕が音楽プロデュースしてるチームが結構大きいチームで出てて、うん、それが今年なくなり、うんえー、バカリズムさんのライブがなくなり、はいえー、プロデュースしてるアーティストのアルバムが1ヶ月今発売が伸びてたりとか、うん、影響はバリバリ受けてますね。 あの収入的にも多分ガクっていくんじゃないですかね、多分これミュージシャンって、やっぱりそういう人前でもうパフォーマンスするっていう部分が大きいから、うん、まあ皆さん、他の方もそうですけど、やっぱりイベントがなくなったりとか、うん、映りがなくなったりんか、でも何年か前から、ちょっとイベント、うん、じゃなくて、制作とかにシフトしてたんで。はい なんかそこまで影響ないのかなと思ってたんですけどやっぱりその僕が楽曲提供する人とか、うんうん、そういう仕事もなんか結局イベントができないと発生しない仕事っていうのが結構あることに気がついて、うんうん、なので結構だからやっぱりその元通りとは言わないですけどなんかイベントとかがまたいろいろできる状況にならないとまあ大変だなとは今は思ってますけどね。 まあそれで、まあみんながですね、このステイホームって言って、結構家にいるっていうふうになった4月、5月ですけども、うんうん、そんな中でもラムさんなりの動きっていうのがやっぱりあって、あの星野源のあの曲、知恵おどろう。知恵おどろうのやつ。あれ、すごいですね、あの作り込みも。でそうですまああれもだから、ハットリグラフィックスさんとミュージックビデオやった出会いがあったから、うん、もうその流れでやったんですよ。作ってみませんか、はい、って言って、2人でノリでやったんですけど。うんえーえー そうですねやっぱ今 SNS ぐらいしかね活動とか表現する場所がないですからね、うん、YouTube とか、うん、それでやってみた感じですね、うん、で星野源本人からも反応が、ね、はいありましたねですよね「ラムライダーさんありがとう」っつっていただきましたけど、うん、すごいなと、うん、もう一つはその「セット・ミーフリー」で子供が泣きやむみたいなあれあれは何ですかあのー、パッと思いついたんですかそうだからねなんかやっぱ話題をどんどんこう提供していかないと はい。なあとは思っていて、そうです一曲でどれぐらい遊べるかっていうのを考えてたんですね。えー、東京論の時は東京の風景がこういろいろ、がこ、うん、伸びたり縮んだりするミュージックビデオ面白いなーってとこから始まって、うん、でその時はちょっとオリンピック来年あるしみたいなこともあって、うまくその東京論っいう曲で、うん、なんか番組に。 使ってていいただいてとかお休みってやつは今日ちょうどその単行本が新しく発売されたんですけど、うん、フセディさんっていうすごい若い女性の漫画家の人と一緒にやってとか、うん、考えてる中でセット・ミ・ーフリーはすごいキャラクターが可愛いので、うん、竹本ピアノのコマーシャルみたいになんかこのミュージックビデオ赤ちゃんが見たら泣きやむみたいな噂をこう広めたらなんか曲も一緒に広まるかなと思ってやってみた感じですかね。<laughs> あれ本当に泣き止む ね、本当に泣きやめますよ。本当に泣きやめます。<laughs> 本当泣きやみますけど、それがその音楽のせいなのか、うんうん、その映像のせいなのか、うんうん、もしくはそもそも赤ちゃんってスマホが大好きなのかもしれないと今ちょっと思ってるんですけど、まあでもなんかそう、みんなが面白がって試してくれたらいいなと思って。だからもう一本、2本ぐらいちゃんと動画をね、うんうん、みんなから集めて、練習して公開したいなと思ってるんですよ。ちょっとや,うん、うん、やりっぱなしで終わってるんだで、あれも。 でもまあラムさん自身が作ったね赤ちゃん泣きやむ動画まとめみたいな動画もすごく面白くて、はい、でなんかそれが今のこのステイホームな感じとなんかマッチしてるっていうか、うんうんね、家の中で音楽を聴いて、その子供が聴いて泣きやむみたいな、うん、そういう楽しみ方はもうね、一つの音楽の機能としてあるなっていうふうにありがとうございます。まあ、ね でまあ、今後、あのーはい、まだまだじゃあ401とどうっていうのは続いていくって感じですかそうですねだから、はい、まあ僕はあのバボさんと一緒で自分で作って、うん、自分でアレンジとかもやってっていうタイプですしさら、はいうん、に自分で歌も歌うので何か3密というものをこう完全にクリアした状態で曲はまあ作れるので、うん、とりあえずしばらくは401の作品をコンスタントに出し続けて。はいうん でだからまあ皆さんがこう集まれたり動けるようなタイミングで多分ライブとかをうドーンってやったら今この期間で見てくださっている方が応援してくれるかなと信じて今はやってますけどね、うんうん、先ほどその1年に1枚アルバムっていう話が、ね、ありましたけど、はい、やっぱりあの曲がどんどんたまっていったらどっかのタイミングでアルバムかっていうことも、うん、そうですすすどどううででかか CD CD 買ってます。 それね難しいです僕も CD 買ってはいるんですけど枚数が少なくなってて、はいうん、今そのダウンロードしたりとかあとはレンタルにしたりとか、うんまあ、いろんな手段でやってあてやってるんですけどでも好きなアーティストの CD は必ず買うみたいなことはしてますねで買った CD って取り込むじゃないですかとりあえずそう、はい、取り込んだあとはどうしてますか棚にしまってそのままってそのですね、はい それって例えばちょっと前、まあ、インテリア的な要素はありますよね、うん、こう飾っておけたり、コレクションって言うんだけど、やっぱそれ以上の意味を今ど、何、うん、て言うのかな、まあうん、僕もあんまり CD 買わないです。音楽はすごくいっぱい聴くし、できるだけ音楽にはお金使おうと思ってるんですけど、やっぱり同じものが配信と CD だったら、配信で買うんですね。だから自分が すごいそういう声いただくんです僕も CD で欲しいって言われるんで考えてはいるんですけどなんかこう CD に変わるものはないのかなっていうのは常に考えてますねだやっぱ今今状況としてやっぱスポティファイとかスポティファイはそうでもないけどアップルミュージックにせよ何にせよメジャーレベルだと何かあると全部消えてしまうじゃないですかで聞けなくなってメルカリとかで CD が高騰するみたいな状況があるのでとにかく僕が捕まろうがスポティファイが潰れようがアップルが潰れようが うん、買った人は聴けるものでないといけないなというのは、漠然とは思ってるんですけど、うんうん、それが果たして CD かどうかってとこは結構今、悩みどころですかね。そうですねずっとそういう過渡期が続いてますよね。うん うん、もう CD はなくなるって、もう10年ぐらいそうなってて、でもまだなんか日本は CD が生きてる部分があって、うんうん、アメリカとかって完全に CD 死んでますけど、日本ってその同時の M3 とかも含めて、まだまだこの CD っていうメディアが生きてるんで、うんうん、そうですなんか M3 とかもコミケとかもやっぱりそのなんか不思議ですよね。その、うんうんうん やっぱ話を聞くとコミケのああいう同人誌なんかも僕は電子書籍でやればいいんじゃないかと思うんですけどやっぱその印刷代とかがかかってるっていうのが、うん、ああいうこうなんか二次創作の、うん、なんて言うんでしょうその、えー、これもちょっとなんか微妙なラインの話ですけど、うん、やっぱりお金儲けじゃないっていうところを担保するにはやっぱり印刷代がかかっててその印刷代とか。 うん、に対してお金をお客さんからいただく営利目的ではないっていうところにすごくその印刷した紙っていうのが大事なのかなとか M3 はなんでなんですかね ?M3 も僕すごい興味あるんですよ。うん、もう自分のレベルだし、それこそ M3 で CD 出すの面白そうだなと思ってるんですけど、例えばなんかそれが USB のメモリとかじゃダメなのかとか、どうなんですかねなんで CD なんですか ?M3 は。 やっぱり作った人とあの対面で会って、うん、その対面でお金を払って受け取るっていう行為がファン、うん、あなたのファンですよっていうことを、そのファン心理としてアーティストに言いたいっていう、うん、そういう場が、M3 っていうそのブースでなんか発露されるっていうか、うん、そういうあの手,手渡しでコミュニケーションするっていうことはあると思うんですよねなるほど現状、手渡しできる最新であり、最後かもしれないメディアが今のところ、それがダウンロードカードじゃダメなんですよね。 ね、本当、ダウンロードカードでもいいと思うんですけど、やっぱりね、CD、大気サウンドのダウンロードカードとかいろいろあったりしますけど、やっぱり CD がなんかね、うん、そのもっといい音、音質だってもっといいフォーマットあるじゃないですか、<う>24ビットだとか、配列、うん、だったりとか。でもそうじゃなくて、44.1キロ、16ビットっていう、昔作られたフォーマットで、いまだに、ね、そのプラスチックのケースに入れて流通するっていうのが不思議だなと思うし、ん、そしてみんな家,か家帰って取り込んでしまったら、僕もそうですけど、その CD ってラックに入れたままでね。うん そのプラスチックでも何か変わるものが何なのかなっていうのはずっと考えたんです僕がいつも思うのはんか僕の周りにもいろんなアーティストとかアイドルとかのファンいますけどやっぱ家のこうタンスが T シャツとタオルでパンパンだったりとかそういうのをこう耳にしたり目にしたりするとやっぱなんか。 応援のために買うとはいえずっとそれがこう家の中で場所取ってるのってどうなのかなと思ったりするんですよ、うん、正直。だから着てね、着て本当に古い、うん、大好きなアイドルとかバンドの T シャツを着て本当に古くなったら捨ててまた買うみたいなサイクルだったらいいのかもしれないけど、まあ、そういうわけにいかないじゃないですかファンシングとしては。なんでそうなるとなんかみんなが応援したい気持ちが効率よくこうアーティストの人に届いてしかも こう物としての何か満たせるものもっとないかなってのは常に思いますね。タオルとか T シャツもみんな本当いいまあ僕今回も T シャツ売ってますけど、タオルとか T シャツみんないっぱい持ってるでしょ。買う人は。なんかそれがちょっと申し訳ないなって気持ちもありますかね。うん。そこ本当に永遠の課題ですね。そうね。かといって電子マネーで送金じゃ味気ないもんね。そうですね。うん。だからアナログレコードが復権してるとか、まあそういうのも反動かもしれないし、で。 今、このね、ステイホームになってから、アマゾンで紙の本が逆に売れ始めてるみたいな話もある、Kindle、えー、じゃないんですよね、なん,なんか紙の方がしっくりくるみたいな、そういうのもあったりして。まあ、なんかでもそういうの見直されるって、本当一時的なもんだなって、僕、ずっと感じてる部分もあって、例えばアナログにしても、カセットテープにしても、新鮮味があって、一瞬売り上げが上がったり、うん、あるいは今だと、売り上げでいうと、単価がすげえ上がってるじゃないですか、僕らの頃よりアナログとか、1枚4000円とか。 だからさピクチャー版とかもそうだし、うん、だからんーなんかそういうのただそれがそのままこう、うん、復権して逆転するってことは多分ないじゃないですかだからなんかやっぱり新しいものを探したいな、うん、なんですかねなんかないですかねだから本当に新しいものはやっぱり僕はデータだと思ってて、うん、で 僕の考えは、もうデータにすべて集約すべきだと思ってるんですね。まあ、なぜかっていうと、うんあの、僕は旅が好き、あちこち行きたい、世界中、日本にはあちこち行きたい、うん、と思ったときに、うん、例えば無人島に1枚だけ持っていくなら何ですかみたいな、そういうクイズみたいなあるじゃないですか。うん、1>, 1枚だけ持っていくとか嫌だし、だったら、うん、あの SD カードに全曲入れて持っていきたいっていうふうに思っちゃう。まあそうですよねえ持ってるだ、だったら全部データの方がいい。 アナログは重いけど、マイクロ SD が1テラとかあったら、うん、そこに家のライブラリがごそっとほとんど入ってしまうから、うん、だとすると、そのデータの方が最終的には嬉しいんですけど、うん、なんかその買うっていう行為とか、うん、そのアーティストとのコミュニケーションっていう行為にを、その CD というフィジカルで代替するっていうのがやっぱちょっと無理があって、そうですね、えー。その辺はなんか別のものが出てこないと寂しいなっていう思いますけどね。だからあとはやっぱりその、うん オンラインサロン的なものとかをやっていくとかなんですけど、あとは僕が思うのは100年絶対閉じないサーバーみたいなものを持って立てて、あなたが死ぬまでは絶対ここに曲のデータ置いときますよみたいなものとかかな、なんかそういう発想の転換が必要かなとは思うんですけど、う。ん そうですね、サーバーにあるものってもうなくなるものみたいなね。あ,すあとはなんかもうプレイヤーとデータが一体化しているような何かがすごい小型化すれば、うん、それそのものから音が出るとかそういうのだったらいいかもしれないですけどね。音楽の未来はまだまだ変化していくどうなのかわからないっていうね。そうですね。うすねもう音楽単体で考えるのは厳しいんじゃないですかね。こう音楽っていうか,なんかそのか、うん、ミュージシャン全部がこう根前 混然、うん、というか、うん、なんか映画も音楽も何かしらこう変化が求められてるなという気はしますけど、ね、そうですね、うん、今だからねみんながスマホを持ってそこで誰でも動画撮れる時代になった今、うん、やっぱりそのミュージシャンであってもその動画をまあ最低限扱えるようになってる方が困るは聞くでしょうし逆に言うと僕たちは DTM みたいなね打ち込みでシーケンサー触ってる人はやっぱりこう僕も最近プレミアとかをいじっててあの 簡単だなってやっぱ思いますよ、やっぱやり方一緒だから。うんうん、そうですね、タイムラインでね。横に流れていくのが一緒です、ね。そういう意味では多分。よっぽど長く動画とかに携わってる人じゃなければ、うん、僕らの方がこういう横のタイムラインにものを並べるっていうものには。やっぱ強いから。うん、やっぱミュージシャンが動画編集するようになるっていうのも当然の流れですよね。うん、んうん。そうなですね。そうです思いますね。 今もうみんな YouTube で音楽聴きますし、うん、で YouTube の音だけっていうのは基本ありえないわけですからね何かしら動くものを作らないとダメっていうある意味だからそのミュージシャンにとってはこう求められるものが大きくなってるっていう、ね、そうなんですよだからそのあのちょっとしたこうこの間もオキアハギさんのラジオの企画で、ねはい、バトンがチェルミコから回ってきて一曲歌を作って歌ったんですけどなんかこう ちょっっとそのアルファっていうソニーのアルファっていうカメラを使って無駄にこう画質とかレンズとかいいやつでやってみたりとか、うん、そういう細かいディテールでなんかちょっとでも差をつけられないかなみたいなことは YouTube では常に考えてますね。 やっぱりいい音、いい画質のところにやっぱり人が集まるんじゃないかなっていう,ういそうだから今、ライブ配信とかね、ズームとかのやつもみんな、僕もこの間ちょっと大きく失敗しちゃったんですけど、やっぱ、バタバタしてね、なかなか音声がうまくいかないみたいなことをライブでお見せするのが新鮮なのはもう今だけじゃないですか、特に今ももうみんな、多分ん、そういうライブ配信とかでクオリティががう今日だめだなと思ったやつ早めにもう打ち切られちゃうと思うんですよ。なおさら僕は、えっと、オーディオギャラクシーっていうので毎月イベントをやっていて、はい それも半年のパスをこう出したんですけど、うん、途中でこういうことになってしまったんで、うん、途中から、えっと、配信に変えているので、うん、こう特にお金を預かっていて配信やるからクオリティはすごい気を使いますね、うん、機材とか、うん、なるほどなるほど、まあ、そのミュージシャンならではのやっぱり機能使い方っていうのがやっぱりあるなっていうふうに思いますねはいすいません長々とはい、いえいえこちらこそ,、はいえー、それでいつかコロナは 終わると僕は思ってまして、はいえー、まし、あ、今、東京も日本全国、世界的に収束に向かっているというふうになってますけども、うん、まあこの先、ウィズコロナなのか、アフターコロナなのかとはともかく、ですね、うんあの、落ち着いて、まあ、以前のように外に出て、えー、また活動ができたりする時が来ると私は思ってます。うん、で、そんな時に、えー、ラムさんが一番やりたいことって何かありますか 僕がやりたいこと、まあ、やっぱりライブですね、もうこれはきれい事でもなんでもなく、もともとの予定として今、一番泣けてる部分なので、はい、ライブをやりたいんですけど、はい、まあでもやっぱり、同じ、オリンピックも来年またやるって言ってるし、うん、しかも大型のイベントもどんどん中止になってるから、はい、やっぱり会場とかはすごい取りづらくなると思うんですよね。だだからややっぱライブるるしできるだけ 数も頑張るけれども、うん、やっぱりそのこの今培った技術で、はいえっと、生でライブ配信もやって、うん、その会場、そこまで行けない方にも見てもらうとか、うん、なんかそういう感じのことをやりたいですね、生でお客さんも集めるけど、配信もやるみたいな。だから両立ですよね、うん、今両両方方やる両方出てくるとうん。うん 僕もじ、ね、ライブも DJ も全く今ないので、うん、もう何にもできなくなってんじゃねえかなみたいなね、そうい,う作品いや僕、それに加えてオンラインフェスみたいなのも全然声かかんないんで、<laughs> あのもう寂しい限りですよ、もう頑張ってこうやって作るしかないですね、作品を <laughs>。ラムさんの、ぜひここで告知を、えー、したいんですけども、はい、はいはい、あのー、今、これから告知するものっていうのありますか、今出してるかこれから告知、ちょこれ、いつですかえっと、えー、もうすぐっ配信日が、えーはい 5月17日の夜8時で、ねあ。であれば、えっと、今月6月の頭ぐらいにまた新しい、えっと、曲を出す予定です。<ー>で、はい、その時にまたちょっとこう今やってる仕事の中では比較的、えっと、大きなプロジェクトに関わっているものがあるので、ええ、それが発表されまだ言えるものはないな。今、とにかくレーベルでも五5曲出てるので。うん、はい Spotify で登録していただいたりとか、まあ YouTube お気に入り入れたり、高評価をしてもらえるとすごくいいですかね。うん、そうですね。あのそちらの方の YouTube チャンネルのですねリンクを下に用意しておきますので、ラムライダーさんの YouTube 皆さんチェックしてほしいし、あとまあセットミーフリーのグッズですよね。はい。これがね締め切りがね、この収録日までなんですよ。マジっすか。なんじゃ間に合わない。 そうですね。それがあればよかった。うん、まあでも多分ね、そこまでたどり着く人はいないと思うんで、まあ僕、ツイッターですごい生き生きしてるんで、うん、フォローしていただいて、<laughs> YouTube 見ていただけたら、それだけで十分ですね。ツイッターのアドレスも、えー、ぜひチェックしてみてくださいと。はい。はい、えー、本日なかなかとありがとうございますいえいえ。こちらこそ楽しかったです。ゲス,はい、ゲストはですね、えー、アーティストのラムライダーさんをお迎えしました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。<music>